1794年のコシチュシコの放棄時のポーランド部隊。1831年11月放棄でエミリア・プラテルに率いられ突撃するコスニエ氏1863。4年の1月放棄で特徴的な鎌を持つポーランド兵コスニエ氏は主にポーランドにおいて大鎌を用いて戦う兵士を指す。1794年のコシチュシコの放棄の際に登場し、 その後、ポーランドの数々の独立闘争のシンボルとなった。コシチュシコの放棄の際に旧作りの農民兵として集まったコスイニエ氏は、1794年4月のラツワビツンの戦いで、ポーランド軍の勝利を決定づける劇的な登場を果たした。この戦闘はしば叩く間に、ポーランド中に知れ渡り、司令官、タデウシコシチュシコの影響力やその親農民的な、 立場もあって、コスイニエ氏は、ポーランド独立闘争及び、ポーランド農民のシンボルとなった。ラツワビツンの戦いで活躍したコスイニエ氏の、ボイジェフ・バルトシュ・グーバツキは、ポーランド市場でも、熱狂的な人気を誇る、最も有名な農民の一人となっている。農兵、コスイニエ氏は、農民たちによる、戦闘の再演や像、詩や演劇など様々な形で語り継がれている。 コシチュシコの放棄中に参加したコスイニエ氏のほとんどは、濃度解放を謳ったコシチュシコのポアニエツ宣言に触発されたクラクフ地方の農民だった。地元の補給士官たちが彼らにクラクフ地方の農民服を元にしたシンプルな軍服を提供した。これは白いスクマナに安く赤い軍帽を合わせた軍装だった。この姿が、その後のコスイニエ氏の一般的な出でたちとなった。 コスイニエ氏が放棄の中心となったというような認識があるが、実際には彼らはコシチュシコ軍の補助戦力という以上の存在ではなかった。最も規模が大きかった時期でも一個不評連帯の大部分を占める程度であった。コスイニエ氏は1830年から1831年の11月放棄、1846年のクラクフ放棄、 1863年から1864年の1月放棄でも登場し、1939年のナチスドイツ侵攻の時まで抵抗農兵として出現していた可能性がある。あまり知られていないが、11月放棄や1月放棄で、コスイニエ氏が果たした役割は、コシチュシコの放棄の際のそれを上回るものだったと考えられている。ありがとうございます。